マルミミゾウは、哺乳工場美木ゾウかアフリカゾウ族に分類されるゾウ。アンゴラ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、赤道ギニア、セネガル、中央アフリカ共和国、東ゴ、ナイジェリア、ニジェール、南スーダン、リベリア、ガンビアでは絶滅。 体長400から600センチメートル。お腹160から150センチメートル。肩高240センチメートル。体重2700から6000キログラム。紋士は下方へ伸び、あまり湾曲しない。磁界は小型で、丸みを帯びる。体格や外耳が小型なのは、障害物の多い森林内での移動に適していると考えられている。ひずめは、全耳が5本。 公詞は4本。サバンナ像よりも1本ずつ多いと言われている。しかしながら両種ともひずめの数には変異があることが知られているため、必ずしも分類の決め手にはならない。形態や分子系統推定から独立種とする説もあるが、アフリカ像の足とする説もある。大きさは違うが外見はアフリカ像と告示する。以前はアフリカ像の足とされていたが、近年は、 DNA の分析により別種とする説が有力。熱帯ウギンに生息する。普段は最年長のメスを中心とした最大でも10頭前後の小規模な群れで生活する。植生は植物食で植物の葉、枝、樹皮、果実等を食べる。ミネラルを取るために岩塩や泥を食べることもある。繁殖形態は耐性。 一回に一頭の幼獣を産む。増下目的の狩猟、人口増加に伴う農地開発などによる生息地の破壊などにより生息数は激減している。日本では2021年の時点で増加単位で特定動物に指定され、2019年6月には愛岩目的での飼育が禁止された。人間になれないアフリカゾウと違い、ある程度は人間になれるため、 北アフリカでは家畜化された時代もあった。ありがとうございます。